見どころ見どころどこです、翔ちゃん。やっぱりこれじゃないですか。いやー、びっくりした。ウサギの耳、どんな技術であれができてるのかっていうね。すごいですよね。すごかったな。ちょっとこれは見どころじゃないですか。裏側知ってるのは僕らだけですからね。まあ言えませんけども、はい、すごい技術が使われてますからね、はい、それはあると思います。これちょっと耳にも注目してください。どこですか、山田さん。やっぱ私なんかはですね、この俳優翔野くんに対して全力で俳優山里としてぶつかってるやっぱこう演技力、あそこ見ていただきたいですね。いや、まあそこはそうですね、あれはもう、はい、山さんのあのあいいところ、ね、山さんって言うとこれベテランデカみたいな全然全然山ちゃん、全然全然山ちゃんデカ山さんですね。じゃあこれから山ちゃん。そうですね、まあまあそこら辺の距離はずっと詰めていけたらなと思います。はい、はい、ありがとうございます。演技、やっぱさすがですよ。今ねドラマに映画にたくさん出てますから、いやいや、やっぱこの何ですか、監督が指示出したら結構ね、いろんなこう翔ちゃんの演技を見ると監督欲しがっちゃうんですよね。だからいろんなパターンを要求するんですけどそれに対してこうパパッとそこで答える感じ、引き出しの量を感じたと言いますかですね。本当ですか。すごいなと思いました。やっぱプロってすげえなと思いましたよ。いやいやいや、どうこっちのセミプロは。いや、こんなにあの見つめ合うっていうのがあのお芝居照れるわ。なんか普段こんな顔近いっていうのことあんまないので、そうそうそう、山さんと見つめ合うのがすごくこう、いや本当照れるというか、なんか翔ちゃんとはだからこんな見つめ合うこと、こんな綺麗な顔してんだと思ったよ。目キラキラだね。汚いもん見たことないだろ。いや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 、あこれ汚いことない、こう汚いもので、ね、見たことない目してんのよ。それに気づけた今回。こう見つめ合うシーンでね、うん、あこれ綺麗だ、目いい目してる。髪型がやっぱりすごくこう、確かにね、これちょっと昔ね、昔のね、そうそうそう、髪型ですよね。うん、あのデビュー当初のね髪型なんですよ。これウィッグをつけていただいてて面白いですよね。うん、演技は演技へのコメントはやる。演技は、いやいい、それを言うとさ、まだねこの後もね、あの違うバージョン撮るから照れちゃうから、そのなんていうの、そうなんです、ね、演技とかいうこと意識しちゃうと、ちょっとそこはね勘弁してくださいな。でも緊張してましたよね。めっちゃするよ。でもそう、なんか珍しいなと思って、いつもこう、はい、やろうかみたいな感じじゃないですか。そう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 。でいつもだってさ、スタジオ入ってさ、見てる VTR に悪口言いたい。まあ、あんなそうそう、俺も緊張のしようがない。いやでも今回が VTR に嫌いなやつがいっぱい出てきて、こいつをどこが嫌いって言うだけでも、あの仕事だと思ったことないんだよ。そうなんですか。そう。でもやっぱ今回緊張されてたので、するよ。あの畑が違うから、お邪魔しますって感じだからさ、うん、やっぱ緊張しますよ、さすがに。そうですね。どう、その緊張がどう映っちゃってるかね、本気なのは。はい。せーの、よいしょ。はい。あれ、翔ちゃん何？思いついたら即行動。おお、いいことじゃない。はい。どういったところが？なんですかね、僕この間、うん、ロサンゼルスに行って、うん、それも行こうってなったのが前日にチケットも全部取って、ね、だから僕結構思いついて、あもうじゃあすぐ行くっていう感じなので。いや思いついてすぐ行く場所じゃなくない？ロサンゼルス。そうですね、でもなんかそういう感じなんですよね。いや思いついてすぐ行こうって言ったら普通高円寺よ。いい距離感はやっぱ高円寺、あちょっと行こうかな、インディーズのいいライブやってんだよね。そうですかね。ロサンゼルス、はい、行きましたね。それも、でも いきなり行ったらさ、はい、向こうでやることも決まってないわけでしょ。決まってないです。もう何すんの向こうで。あっちに行って決める。え、もう何にも決めないんです。とりあえずもう本当に荷物だけ詰めて飛行機乗ってあっちに着いて、さあ今から何をしようっていう。マジで、はい、そういうのが好きなんですよ。はあ、すごいね。ずいぶん跳ね回るね、それは、はい、だから思いついたら速攻。はあ、ウサギっぽいね。はい、これはもう人への心の閉ざし方ね。亀といえばこう殻に入るといいでしょ。一度嫌いになったら一生閉じっぱなしだから。マジですか。うん、この恨み腹さで置くべきか精神ね。もう一度閉ざしたらその人に心を開くことは一生ないのよ。そこら辺が亀かなって思いますね。うん、だからずっともう僕の講座しか見てない人とかいるんじゃないですかね。そういう方、名前は出せませんけどもね。
4人います。4人もいる、ね、はい、4人います。4人だけも本当コーラを、もうこれから一生コーラしか見せないっていう人います。はい、その人がどういうふうな末路をたどったら楽しいかっていう妄想のノートを書いてます。はい、閉じてます、ね、閉じてますよ、それは。そのノートを落としたら僕はこの世界からいなくなってた。絶対落とせないノートがあるんです。ロサンゼルかかりますね。かかったことない。せーの、じゃん。はい、あら、憧れの小栗旬さん。そうですね、うん、本当にこの質問すごくこう探すのが大変だったというか、答えをコツコツやっていい経験、コツコツ続けるって、やっぱりこう僕が今あのここにあのいるっていうのは、うん、あの今の事務所の先輩である大栗旬さんが好きで、ずっと当時14歳だったんですけど、うん、事務所の周りをあのうろうろ してて、うん、スカウトとかされないかなとか、大栗旬さんって事務所入りたくて、いないかなとか、うん、ここに来ないかなとかと思って、ほとんど学校終わって事務所の近くをうろうろしてて、うん、それで結局誰にも会えないので、事務所の人たちももちろん分かんないですし、そっか、そうだよね。だからどうしようかなと思って、うん、事務所をあの行くっていうか、まあ、事務所の所属するために自分で写真も撮って、履歴書を書いて送ってっていうのをやって、まさか今の事務所に入れるとはっていう、まあコツコツというか、まあコツコツ事務所の周りをうろうろしてったら今の自分があるっていう。まあ多分翔ちゃんも途中で気づいたと思うけども、さっさと書類書けばって、ね、いや、そうなんですよね。最初そこだったんですよ。そうなの、最終的にはそこだったんで、ぐるぐるじゃないのよ。なんかやっぱ分かんないじゃないですか、そういうのって。まあ確かにね、どうやったら事務所に行けるかって。でもよかった、今翔ちゃんこれ Google 回ってたらね、事務所入れたんですって言ったら、これ放送の次から大変よ。事務所の周りをね、わけのわからないやつがぐる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 回っちゃって、そうですね、もうみんな憧れの人になりたいっつって。そうですね、あ、そうなの。ヨさんはあれ、よさこい、あのね、あ、よさこやってるって言ってましたよ。本当に去年魅了されてね、来年は踊りたいなんて言ったら、向こうの、ね、よさこいチームの、ね、人がね、教えてくれて、今年出たのよ。行ったんですか。うん、プライベートで行ってきて踊ってきた。めちゃくちゃ楽しかった。うん、でもさ、ちょっとこのお話小粒だからさ、俺も小栗旬さんに憧れて事務所入った話していい？いやいや、どういうことですか。うん、俺もちょっとコツコツ感が、いや、1ヶ月コツコツ、あ、2ヶ月ぐらいコツコツやったのよ。そう。え、でも番組の時も言ってましたよね、なんかちょっとやってるって。そうそう、うん、今よさこ踊ってるっつって。それが1年前とか。そうよ、そっからやって今年ね、うまいこと踊ったのよ。コツコツじゃないですか。コツコツよ、こんなもん、うん、全然弱くないですよ。ご覧ください、ということで。今映像も入れていただきました、はい、YouTube から多分探してくれたと思うんでね。どうもお願いします。はい、会ったことはあるの、小栗旬さんに。あります、あります。そんなすげえ先輩ばっかりじゃないの。そうですね、すごい人ばっかり。そうですね。買っておきたいもの。そっか、変わるからね、2% 変わっちゃうからね、結構でかいよ。買っておきたいものですか。うん、あります。俺はね、これ買えるのか確認できてないんだけどね、今一番買えたのは人望。え？あれどこで売ってるのかなと思って探してんだけど、今んとこ買えないんだよね。人望っすか。うん、買えます？わかんない。税の対象なんか、まあでもね、軽減税率に引っかかってくるんじゃないかな。いや、そうですよね。うん、だからそこで 8% までいけんの。人望か。うん、今んとこね、それ買いたいなと思ってんだけど。翔ちゃん、なんか買いたいものある？だから、まあ、せっかくだからやっぱ高いもんだろうね。高いものですか。夢ですかね、僕は。わあ、俺たちめちゃくちゃすげえな。かっこいいな、俺たちって。いや、俺のやつかっこよくないかった。いや、かっこいいっすよ。夢だとしたらさ、例えばさ、この車乗ってみたいとかで夢ない？いや、ありますよ。こんなイエスみたいとか。あるでしょ。はい。それ言っといたらいいんじゃない？やっぱりこう、僕たちが一緒にやってる番組みたいな、うん、家に住みたいですよね。ああ、将来的に。ああ、都内でな、なん？
間取りなんだろうね、何 LDDKK みたいでしょ。そうですね、しかもプールついてますからね。プールついてんだよ、すごいですよ、うん、やっぱ大豪邸だ、大豪邸だ、大豪邸、俺たち大豪邸買います。はい、そして人を住まわしてね、そいつらの 絵を撮りながらね、ペチャクチャずっと喋ってるっていうそんな暮らしをしたいと思ってます。はい、はい、大豪邸、あれだから、そうだってさ、2% って言っても家買うとかなるとめちゃくちゃ下げるもんね。だ 10% になるんでしたっけ。そうだよ、8から10になるの。いやすごくないですかそれ。すごいよ、えらいことだから。駆け込み需要って今みんな買ってんだから。家です、はい、我々土豪邸買います。はい、はい、